小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。天一天上の機関やね。方位を司る神さんが天上に登っとる境に全方位が基地。代わりに降りてくる神さんは綺麗好きや境にお掃除しとったらええことあるとも言われとるよ。薄い雪が雨と変わり雪解けが始まるから、不成就日呼んで字のごとく成就せえへんゆけよ。六曜は戦勝、急ぐが勝ち、午前は吉で午後は凶。今日の干支は水の戸、水の戸が影の水、うさぎが影の木。やさかいに音陽五行の流れは木は水に養われるいうことで、造成物事が順調に進むいうけや。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。